はいどうも、パッチオです。えー、今日はですね、まあネタ探しでね、あのー、ヤフーニュースを見てたら、えー、とある事件のね、あのー、容疑者の名前が、えー、まあ、某プロ野球選手とね、同姓同名だったんですよ。えーっと、なんか、こんな時間帯に、<laughs> でね、 えー、そのプロ野球選手と同姓同名だったんで俺ちょっとびっくりしてあのー、いやそのプロ野球選手の名前を確認したんだけどでそこでねああでやっぱりそのプロ野球選手と同姓同名だったんですねその人が <laughs> で有名人と同姓同名だといろいろ大変だろうなみたいなことを考えたんだけどよう考えたら僕もね あの自分の名前を検索すると、えー、漫画家と同姓同名だったりするんですよね。あのー、まあ、大ヒット作があるかどうかは知らないけど、まあ、あのー、数冊単行本を発行しているというか、僕よりちょっと年上で、えー、まあ、その、何冊もその単行本になるような漫画を書いている漫画家さんが僕と、 同同姓名なんですよねでそういうことをふと考えたらあのー、そういや、あのー、自分の知り合いの名前を、あのー、ネット検索したらどうなるかなっていうのをね、あのー、かん,なんかいたずら心でねあの昔の知り合いをねいろいろネット検索したらねなんか意外と出るんだねあれ。 あの、ま、あ最初はね、あのー、なんか有名人と同じ名前だったりとか、なんか変な大学教授と一緒だったりとか、あの、そんな感じだったりするんだけど、なんか、ね、あの、ご本人と思われる Twitter アカウントとか、あの、ご本人と思われる、あのー、Facebook とかのページとかね、あのー、Instagram とかね、いろいろ出てくるんだよね。 あ結構本名でやってるやついるんだって思ったりとか。で、でね、その、では同姓同名の人があのツイッターとかやってるみたいな感じであの発見してあ、どうや、だ,だ,だけどこの,この人が本人かどうかわかんねえなって。で、本人かどうかわかるために、その、まあ、とりあえずその,その人のツイッターの中から、その、なんかその、 自分と同じところの出身だってのが分かる何かないかなと思って、あの関連ワードに、あの、港南って入れてみたりとかね、あの、すると、なんか江南団地のことをね、ちょろっと喋ってるツイートが見つかったりとか、まあ、まあ、だろ例えば僕、小学校、藤里小学校っていうところなんですけど、 まあ、藤里って入れたりとかなんかするとね、なんかチローっと出てきたりとか、あの、なかなか面白かったっすね。あの、本人特定作業みたいなやつがね。いや、俺趣味悪いなとかさ、あの、あの、 ストーカー界は俺、みたいな。なんかそんなことを思いながらも、ただね、やっぱその、30年ぐらい会ってない奴らの、あの、現在の姿を確認することがあって、別にね、あの、本、顔出しでね、やってる人間はほとんどいなかったんで、み、まあ見ることはできなかったんだけど、あ、こいつこんなところで元気にしてんだ、みたいなのが分かってね、あの、すげえ嬉しかったっすね。まあ、てなわけでね、その、 有名人と同姓同名のやつがね、あのー、捕まったっていうのはね、っていうところからね、なんかものすごい勢いで脱線してったんだけど、あの、もしさ、あの、有名人と同姓同名だったりすると、その、まあ、例えばさ、就職とかした時とかに、あのー、うちの会社に就職してくる人、あまあ、要するに、 あの、面接受けに来る人、履歴書って書いて、うちの会社に提出するんですけど、あの、僕一応その、明日から働きに来るよっていう時に、その人の履歴書を一応見せてもらえる立場にあるんですね。んで、その人の経歴とか見て、ああ、経験者か、とか思いながら、で、名前をね、あの、おもむろにネットで検索してみて、 あのー、なんかやらかしてる人じゃないかっていうのを確認するんですけどで確認してるとまあやらかしてる人だとなんかあのこんな事件出てきたし年齢一緒だけどこれご本人様じゃないとかいうのはねあの会社に報告したりとかあのー、そういうことがあるんですよで まあ僕ってあのそういうのが好きなんであの変にねその過去を掘ってみたりとか <laughs> まあするんですけどん,んでねあのそういうふうな,なんだけど、まあ、僕なんかもさその自分の名前をネット検索したところでまあその何自分の名前その何百件の間には 僕の名前って出ないんですよ。本名。まあそらそうっすよね。別に本名で活動してるわけでもないし、その本名で活動していたとしても、その漫画家の同姓同名の人が何百倍も有名人だから、まあ出るわけがないんだけど。で、そんなね、あのー、いっぱいある名前じゃないから。 あの、別に珍しい名字でも、珍、珍しい名字でもないし、そんなに珍しい名前でもないような気もするけど、まあ、自分と、自分以外に同じ名前の人を僕は今のところ、あの、そうだな、二人か三人しか見たことがないから、まあ、珍しいっちゃ珍しいのかもしれないけど、うん、そんなにね、あの、 そんな珍しいまあでもね、その、組み合わせ的なあれなのか、あの、まあ同姓同名っていうのは一応ね、その漫画家の人以外見たことないんだけど、だからね、その、有名人とね、一緒の名前になるとね、そのネット検索の時とかね、全く出てこないんですよ。 あのー、まあ、それこそね、世の中の鈴木一郎さんがね、その鈴木一郎さんって出てくるか出てこないかっていやで、絶対出てこないと思うんですよね。あのー、松井秀喜さんがいるとしてさ、あの世間に、あの、松井秀喜出るかっていいぜ絶、絶対出てこないと思うんだよね。あの、よっぽど変わった探し方しないと。う <laughs> まあ、ていう意味ではね、あのー、なんか、 僕の中でもなんかいい目標になるというか、まあ将来的にね、その YouTube とかでも、あのー、本名をさらす用意があるわけですよ。僕の場合なんかだと。まあね、出して困らないっていうのもあるし、まあね、将来的に出すっていうつもりでやってるってのもあるんで、あれなんですけど。で、そうなった時に、あのー、その前の、その、 本家本元じゃないけどさ、その、その名前で一番有名な人にどこまで迫れるかっていうのをね、結構楽しいなと思って。<laughs> いや、今俺が本名をさらしたとしても、何百件の中に入れないと思うから。うん。でね、あのさ、小学校の時のね、同級生とか探してみた時に、結構いろんなことやってんだよ。 一人は一人ね、あの、作曲家とかなってたし、あ、マジかよ。プロのミュージシャンいたよ。俺の <laughs> 同級生に、とかいう。えー、そういうのとかね。うん。あの、それに関してはね、どうだろう。僕、10年ぐらい前に、それをツイッターで知ったんだけど、で、あ,あ、同姓同名だと思ってね、ねそのツイートね、見てたら、あ、<laughs> あ あなんか地元の話してらあこい,つかこいつ確定だわみたいなでそうだね小学校の4年生の時に同じクラスだった子なんだけど、うん、でまあ、ね、ある程度あの仲も良かったし家とかも遊びに行ってたしでまあどっちかっていうとね割とおとなしめの子なんだけどなんかそのね関東の方に引っ越して垢抜けて。 ね、あの、プロのミュージシャン的なことをやってるあ、マジか、みたいなね。あの、そういう子がいたりとかね。まあ、他いろいろ、あのー、やっぱ探しは出てくるもんだね、ってね、ちょっと <laughs>、いや、あのー、 そう、それをね、楽しさを感じると同時に、ネットって怖いねーっていうことも感じるよね。結局さ、その30、30年ぐらい会ってない俺がさ、そのネット検索して、いろんな人が今何やってるかっていうのをさ、まあ突き止めれちゃうわけじゃん。まあ本名でやってるやつほとんどいなかったけど、まあそいつはね、そのプロのミュージシャンでやっ、うん 自分の名前でプロのミュージシャンでやってるから、その本名でやってたってのもあるんだけど。うん。っていうこと考えるとね、なかなかあ。あとはあれだな。うん。そうだな、うちの同級生の中では、あとは、まあ、何人か、うん、いたけど、なかなか面白かった。だから僕もね、その、 な、自分の名前を検索したら自分の名前が出てくるぐらいのね、あの、有名人に、もうね、せっかくこうやって顔出す仕事してんだから、仕事じゃねえや。<laughs> 顔出す、仕事ってなんだよ。<laughs> てか、むしろ仕事にしたいけどさ、顔出すことやってんだからさ、あの、出てくるようになってみたいもんだよね。<laughs> <laughs> 資格試験の合格者発表とかで俺の名前とかね、 あ,のあっても不思議ないから出てきてもいいと思うんだけどねとかちょっと思っちゃうんですけど <laughs> やっぱもうちょっと難関試験受けなきゃいけないのかなそういうのでもっていうのはちょっと思うんですけどねまあということで、えー、今回ねちょっと同姓同名のいろいろな人をねて,てかあの昔のいろんな人の名前を検索してみた話にちょっと脱線したんですけどそういう話でした、はい、以上パチオでしたバイバイ